実はね、メリットよりもデメリットの方が購入のきっかけになりやすい。結局、デメリットを言うっていうことは信頼につながるっていうことですね。デメリットではなく、プラスに変換してあげる。デメリットを売れるコピーにしなきゃいけないんですけど、これにはコツがあるんです。はい、ここからはブログにデメリットを書いて制約率を上げる方法を解説していこうと思います。 はい。で、ブログ初心者がよくやってしまう失敗があります。それ何かっていうと、商品のメリットばっかりをブログ記事で書いてしまうことです。それは、とにかく商品を買ってほしいっていう気持ちが出すぎて、そういうライティングをしてしまう初心者が非常に多いです。この動画を見ている人も心当たりがある人もいるんじゃないかなと思います。で、偉そうに言ってる僕もそうでした。 今はそんなことないんですけど、やっぱり15年前とか10年以上前のライティングっていうのはそういうライティングばっかりをしていました。とにかく商品を買ってほしい。何かの間違いでもいいからとにかくユーザーに申し込んでほしいと思うから商品のメリットをご利用す。これはこういうメリットがあります。だから買ってください。っていうような記事をたくさん書いていました。 はい。でも、これね、自分の購買行動を考えてほしいんですよ。自分が商品とかを買うときに、どう考えて行動するか。そういうのを思い返してみてください。その時に、じゃあ自分が何か欲しい商品があって、その商品を詳しく知りたいと思ってブログ記事を読みました。そのブログ記事にいいことばっかり書いてあったら、その自分は何て思いますか おそらくほとんどの人がいいことばっかり書いてある記事を見たらうさんくさいと思うはずなんですよ。なんでかっていうと全部のいろんな商品ねありますけどそういういろんな商品にいいことしかないことってありえないと思わないですか 僕は思う人なんですよ。そもそも性格ひねくれてるんで。いいことばっかり書いてやっても、絶対にダメなところもあるだろうって思うのが人間なんですよ。まあこれはわかりますよね。皆さんも同じことを思うと思うんですよ。何かいいことが書いてある、すごい評判のいいものだったとしても、絶対に一部ではどこかに不満を持つ人がいる。なのでデメリットがない商品ってありえないんですよ。なのでブログ記事にメリットだけを書かれると信用できないって思う人が多いんですよね。 意外に思われるかもしれないんですけど、購入のきっかけになりやすい内容って、メリットよりもデメリットなんですよ。まあこれね、ソース忘れました。何を根拠に言ってるかっていうと、昔そういう資料を読んだことがあって、なるほどなんて思ったんですけど、実はね、メリットよりもデメリットの方が購入のきっかけになりやすい。 で、何かっていうと、結局、メリットを見て、その商品のいいところは分かった。でも、それだけで決めきれない。なんでかっていうと、絶対に悪いところもあるはずだと思うんで、あの、メリットしか書いてない記事を読んだ後に、デメリットを探しに行く人っていっぱいいるんですよ。例えば、アマゾンとか楽天の口コミを見に行く。そうすると、アマゾンとか楽天の口コミっていいことも書いてあれば、悪いことも書いてある。その悪いことを自分で確認して、買うかどうかを最終的に判断するっていうことですね。 はい。なので、ブログ記事では、メリット書くことはもちろん重要なんですよ。この商品はこんな素晴らしいポイントがあります。これは当然書かなきゃいけないんですけど、メリットだけではなく、デメリットも書く必要があるっていうことですね。で、この話を、まあ分かりやすくするために、ちょっと具体例を出したいと思うんですけど、マツコデラックスっているじゃないですか。もう何年間もバラエティとかね、いろんな番組に引っ張りだこでいろいろ出てるんですけど、マツコデラックスって CM でよく見ますよね。いろんな CM に出ています。 なんでマツコ・デラックスがあんなに CM に起用されるかってわかりますか これ、今回の話と通じるところがあって、何かっていうと、マツコデラックスって、すごい、本音を言っているっていう印象あると思うんですよ。まあ、何か自分が言いたいことは言う。そのスポンサーとか、先輩とか、いると思うんですけど、そういう人に気を使わずに、自分の言いたいことをズバッと言う。そういう印象があると思います。なので、例えばね、マツコデラックスが、このね、炊飯器で炊いたお米を食べて、美味しいって言ったら、マツコが言うんだったら、本当に美味しいに違いないって思うわけですよ。でも CM ですよ。 テレビ CM なんで絶対にまずいなんて言うはずないんですよ。美味しいとしか言わないんですけど、テレビ CM だとしても、そういうね、普段の印象から本音を言ってると思ってるマツコが、そういうことを言うとそれを信じる人がいて、商品が売れる。だからマツコデラックスって CM でよく起用されてるんですよね。はい。なので、結局、デメリットを言うっていうことは信頼につながるっていうことですね。だから自分のブログ記事でメリットばっかり書いている人は、デメリットもきちんと書いてください。 はい。で、ここまではライティングの基本です。ここまでは今日の本題じゃないです。ただの前振りです。このね、デメリットを書くと信頼されるっていうのは、すごい、まあライティングの基本なので、絶対に押さえておいてください。これを知らなかった人っていうのはライティングの勉強不足かなと思います。まあ、ここからが本題です。これ何かっていうと、デメリットを書いて制約率を下げている人っていうのが、すごいたくさんいます。 ま、当然ね、ライティングとかを勉強していくとデメリットも書けばいいのかって思ったり、例えば口コミを載せるときもね、いい口コミばっかり載せてたら怪しいから悪い口コミも載せようと思って、どっちのいい口コミも悪い口コミも載せている人いるんですけど、この悪いことを書いて制約率を下げてしまっている人っていうのがすごく多いんですよ。はい。で、さっきデメリットを書くことで信頼されるようになるって言ったんですけど、普通にデメリット書いてもダメなんですよ。なんでかって言ったら、デメリットって結局悪いところなので、やっぱり悪いところが見えると制約率下がる んですよなので、このデメリットを売れるコピーにしなきゃいけないんですけど、これにはコツがあるんです。なので、今日はそのデメリットを売れるコピーにするコツっていうのをお伝えしていきます。これが今日の本題ですね。はい。今回のこの動画を見れている人っていうのは相当運がいいと思います。なぜかっていうと、こんな話他の人はなかなかしないからですね。僕もいろんな動画とかいろんなネットのね、記事とか読みますけど、こんな話を聞いたことはないです。 はい。一部の人はね、自分がライティングするときにこういうことを考えてるんですけど、あえてこれを言語化して誰かに伝えよう、解説しようとしてくれた人ってなかなかいないと思うので、今日の話はかなり参考になる話だと思います。ぜひね、最後まで聞いてください。はい。で、その前にね、まずなんでデメリットが制約につながるのかっていうのを解説します。で、 重要なことはデメリットをただ書けばいいっていうことじゃないんですよね。なんでデメリットが制約につながるかっていうと、そのデメリットがそのユーザーにとって許容範囲だったら商品を買ってくれるんです。ここがすごい重要。 だから、当然、そのデメリットが悪すぎたら商品売れないんですよ。ここは絶対に押さえておいてください。自分がデメリットを書くときは、悪すぎるデメリット書いたら売れない。まあ当たり前なんですよ。こうやって聞けば当たり前だと思うかもしれないんですけど、めちゃくちゃ悪いデメリット書いてる人いるんですよ。そりゃ商品売れないでしょ。例えばね、ダイエットサプリメントっていう商品を自分が紹介していますと。で、その時に、このダイエットサプリメントを飲んで、すごい体調悪くなったみたいな口コミがあったら、そんなの買いたくなくなりますよね。それ そういう口コミはあるけどまあ大丈夫かって思って買う人なかなかいないじゃないですか。 やっぱり不安なので、そういうものを出してしまったらいけない。でもね、例えば、その悪い口コミとか、デメリットっていうのが、ちょっと粒が大きくて、飲みにくいです。とか、価格が高いです。だったら、まあ、それは当然デメリットなんですよ。デメリットなんですけど、そのぐらいだったらいいやって思って買う人もいますよね。痩せられるんだったら、ちょっとぐらい飲みにくくてもいいや。痩せられるんだったら、ちょっとぐらい高くてもいいや。そう思う人は絶対います。はい。なので、そのデメリットが、その読者にとっての許容範囲かどうかっていうのがすごく重要。で このね、そもそもデメリットを示さないと何か悪いところはあるでしょうって言って他の Amazon とかね、楽天に離脱されてしまう。だからデメリットを書かなければいけない。でもデメリットをただ書くだけじゃなくてそのデメリットが許容範囲に収まっているかどうかっていうのがすごく重要です。じゃあどのぐらいが許容範囲なのかっていうのはもうそれはわからないです。その辺はやっぱりペルソナを考えて自分がね、読者の立場になったらそれが許せるか許せないかっていうのは主観的に判断するしかないんですけど、いずれにせよデメリットを書くときはそういうことを気をつけないといけないっていうことです、ね はい。でも、別に、これをしたところで、まあ、そんなに劇的に制約率上がるかって言ったら、そこまで上がらないと思います。まあ、さっきも言ったんですけど、デメリットを書くだけで信頼されるようになるので、それはそれで制約率を上げる効果があるんですけど、そこまで制約率上がらないと思います。でも、これから解説することをやってもらうことで、制約率っていうのは、 もっと上がります。もうこれは僕の実体験ですね。それをした時としてない時で、制約率が大きく変わる経験を僕はしているので、今日はその方法をね、お伝えしていこうと思います。はい。この、さっき言ってた、デメリットっていうのが、さらにプラスになるものになれば、もっと制約率は上がります。はい。で、重要なことなんですけど、デメリットを書くこと、デメリットが許容範囲なこと、さらに重要なことは、そのデメリットを書いたら、しっかりそれを打ち消してあげるっていうのがすごく重要です。 はい。めちゃくちゃ重要。何かっていうと、言い換えるとメリットに変換するっていうことですね。デメリットをメリットに変換する。ここがすごい重要です。で、ライティングっていうのは本当にすごいんですよ。自分の書き方次第でどうにでもなる。だから、デメリットっていうのも切り口を変えてやればメリットになります。みんながデメリットだと思っているものも、ちょっと角度を変えてやるだけでメリットになる。それをできるのがライティングです。 もうこれってまさにライティングの本質的な力なんですよ。小手先のテクニックとかじゃなくて、ライティングって本当にそういうこと。自分が書く、内容、文章、流れによって、全然見せ方を変えられるっていうことですね。はい。なので、ここからは、今言ったデメリットライティングの例っていうのを紹介していきます。はい。で、今回は、サプリメントをね、例に解説をしていきます。今回紹介するサプリメントは、配合成分が少ないサプリメント。これを例に解説をしていきます。 はい。で、普通の人が、このサプリメントを紹介しようと思うと、どう紹介するかっていうと、このサプリは配合成分が少ないです。っていう紹介の仕方をします。そのサプリメントに配合されている成分が少ないんだから、配合成分が少ないサプリです。って紹介する。当たり前なんですけど、でも、その書き方じゃダメなんですよ。なんでかっていうと、それはただのデメリットとしかないから。 その書き方をしてしまうと、そのサプリに含まれている配合成分が少ないっていうデメリットでしかないから、制約率は落ちます。当たり前ですよね。悪い点を伝えているので。はい、当然それを見た読者はどう思うかっていうと、このサプリメントを買ってもコスパが悪いのかなって思っちゃうっていうことですね。 はい。で、重要なことはデメリットで終わらせないことです。デメリットを書いたらそのデメリットをしっかり打ち消してあげる。デメリットではなくプラスに変換してあげるっていうところがすごく重要。この配合成分が少ないっていうのは普通に考えちゃうとね、デメリット。悪い点でしかないんですが、でもさっき言ったみたいに書き方次第でどうにでもなります。なので、このデメリットっていうのも書き方次第でメリットになります。で、例えばね、まあ、ここでは一例です。配合成分が少ないっていうデメリットをメリットに変える にはどうしたらいいかっていうと例えば配合成分が少ないっていうのを厳選された成分だけ配合していますこういう書き方をするっていうことですねそうすると配合成分が少ないんじゃなくてそれは成分を厳選して配合しているから少なくなっているんだよっていう見せ方にできる これってデメリットじゃなくてメリットですよね。だって厳選してるっていうのはいいことじゃないですか。はい。他にも配合成分が少ないっていうのも他のサプリと一緒に飲みやすいっていう言い方をする。 これもメリットですよね。何かっていうと、今、サプリメントを飲んでいる人って多いんですよ。特にサプリメントを買おうと思ってる人って、何かしらのサプリメントを飲んでることが多い。それにプラスして、何かね、自分が悩んでることとか、気になることを解決、解消するようなサプリメントを飲みたいと思ってるんで、すでに何かの成分取ってることが多いんですよ。そうすると、成分が豊富だと、成分同士がね、バッティングして、まあ、それがあんまり体に良くない影響を与えてしまったり、まあ、そういうのが気になる人がいると。でも、配合成分が少ないっていうことは、他のサプリメントと一緒 一緒にとっててもその配合されてる、ね、成分のの種類が違えばとまあ実際にその人がどんなサプリメントを飲んでるかとかそういうのがわからないんですけどライティングとしてね配合成分が少ないから他のサプリと一緒に飲みやすいですよっていう出し方もできるっていうことですね印象が違うじゃないですか配合成分が少ないですよっていうのと厳選された成分だけ配合していますって言ったり他のサプリメントと一緒に飲みやすいですって言ったりするとそれは は人によってはメリットになるんですよねだからこの対合成分が少ないっていうデメリットをデメリットのままそのまま書くんじゃなくてちゃんとメリットに変換してあげて書くっていうところがすごい重要なポイントですはい意味わかりますかねむちゃくちゃ重要なんですこれこれができるかできないかでもう成約率っていうのは大きく変わりますでほとんどの人はできてないですメリットをメリットのまま伝えるデメリットをデメリットのまま伝えるだから自分が知った情報をそのまま出すしかできないんですけどそれって僕がいつも言ってるあんまり意味がない ないライティングなんですよ。なんでかって言ったらそれを知ったのは例えばね。企業のホームページだとしたら、そういう情報って企業のホームページ見に行ったらいい話なんですよ。自分がわざわざ企業のホームページを見て情報を確認して、同じことを自分のブログで書いたって意味がないじゃないですか。そのブログに価値があるかって言えば、僕は価値がないと思うんです。でも、さっき言ったみたいな。デメリットをしっかり打ち消してあげて、メリットにしてあげることができればそれってすごく価値が生まれますよね。だって、広告主とか。まあ企業がそういうことをしていなければ、自分のブログでそういうことをして。 企業ににとっってててももすすごく嬉ししいいユーザーザみたらななるるるほどそううう見方もああかかじゃあ買おうかなって思えるわけです、まあ、これだけだとね、理解できないかもしれないんで、もう一つ例を挙げたいと思います。今度は定期縛りがあるサプリメントっていうのを例に解説していきます。はい、定期縛りって何かっていうと、すぐに解約できないものですね。定期購入したら解約するまでに半年間は絶対に続けてくださいね。そういう条件で、まあ、定期購入でお得に申し込めるものがあるんですけど、そういうものを定期縛りっていう言い方をします。はい。で 普通の人がこの定期縛りのあるサプリのライティングをするとどうなるかっていうとこのサプリメントは定期縛りがあるから注意してください。もしくはこの定期縛りっていうことに触れない人が多いです。 はい。なんでかっていうと、定期縛りっていうのはすごいデメリット。まあ、すぐに解約しようと思っても解約できないからね。だからそういうデメリットを書くぐらいなら触れない方がいいんじゃないかって思う人いっぱいいます。で、実際この定期縛りを嫌がる人って多いんですよ。めちゃくちゃ多いです。例えば問題になってるのが定期縛りがあることを知らずに買ってしまったユーザーですね。例えば、500円で申し込めますって言われて、初回500円で申し込んだけど、実はそこには定期縛りがあって半年間やめられません。だから結局最終的に、ま、半年分のね、3万円 払うことになっってしまった自分は500円しか払わないつもりだったけど3万円分払うことになってしまったっていうのがかなり問題になっていますもうこれは定期的に話題になっていてもう本当にそういうトラブルが増加しています、はい、ただここで考えてほしいことがあるんですそれ何かっていうと定期縛りは本当にデメリットしかないのかっていうことですね 定期縛りがデメリットしかないと思えば当然ね、それを定期縛りをデメリットとしてしか書けないんですけど、僕がさっきから言ってるみたいに、デメリットっていうのは絶対メリットに変換できるんですよ。全員にとってのデメリットって僕はないと思ってます。はい、なので、この定期縛りもメリットになります。 で、どういうメリットになるかっていうのをここから解説していきます。定期縛りって初回がすごくお得になるようにできてるんです。まあ、定期で、例えばね、半年間は続けてくださいね。こういう条件にすることで初回をすごいお得にしたり、他にいろいろ特典がついたりします。例えば初回無料とかですね。あとは普通に単品で買うと送料がかかるけど、定期にすると送料が無料になります。 あとは定期で続けてもらうと最初に得点がいっぱいもらえますとか2ヶ月ごとに得点をお届けしますそういう定期購入になっていることが多いです定期購入のメリットなんですけど この定期縛りって、半年継続した時のことを考えれば、すごいお得に続けられるんですよ。はい。ここが重要ですね。例えば、単品で買うと8000円のサプリメントがあるとします。これを半年続ければ、48000円ですよね。はい。まあ、すごい高いサプリメントですけど、まあ、世の中にはね、そういうサプリメントもたくさんあります。で、これが、例えば、定期購入だと、初回500円。で、月々5000円で続けられます。 ただし、定期縛りなので半年間は絶対続けてくださいねっていう条件です。はい、そうすると、この定期縛りのやつだと、半年間で25,500円になります。っていうことはね、その差額って22,500円ですよね。すごいお得じゃないですか。定期縛りで半年間続けた方が、すごいお得になるんですよ。 これってすごいおっきなメリットじゃないですか。だって半年間続けて4万8000円払うのと、半年間続けて2万5500円払うの。どっちがいいですかって言ったら、絶対それは安い方を選ぶじゃないですか。しかも、倍とは言わないですけど、まあそれに近い。ぐらい安くなる。この話をすると、むしろ単品で買う方が馬鹿らしくないですか。単品で買うってもちろんいいんですよ。単品で買ってもらってもいいんですけど、だって4万8000円払うより、絶対安く買える方がいいじゃないですか。はい。で、重要なことね。まあこの定期縛りで、 こうやって安く買えるっていうのはすごい重要なことなんですけど、それを書くっていうのはもちろんしないとダメです。その定期縛りの得さっていうのを書かなきゃいけないんですけど、定期縛りの時に本当に書かなきゃいけないことはそうじゃないんですよ。そうじゃなくて、定期縛りのある商品に申し込ませたいのであれば、その時書かなければいけないのは継続することの重要性です。はい。定期縛りのある商品は絶対に継続することの重要性を丁寧に書いてあげないといけない。例えばね、ダイエットサプリメントであれば、そもそも もう継続すすすることがすごく重要なんですよ当たり前ですよね。短期間で結果出ないので、1ヶ月間サプリメント飲んで痩せましたって、そんなの。まあ広告いっぱいありますけど、まあ、絶対嘘ですよ、そんなの。ダイエットサプリメント飲んで1ヶ月間でマイナス7キロ痩せましたとか、もうやばい薬なんで、そんなの。 はい。だから短期間でそもそも結果出るようなものじゃないので、サプリメントっていうのは継続するっていうのがもう必須なんです。だから、そこを納得してもらえば、そもそも定期縛りのある商品っていうのは、すごくお得に買えるっていうメリットになるんです。はい。そもそもね、定期縛りにしないと、そこまでお得にできないので、なんでかって言ったら、普通にね、定期縛りにしないで、例えば初回500円とかで買ってもらったら、企業にとってはめちゃくちゃ赤字になる可能性があるんですよ。でも、定期で回数を縛ることによって、半年間は絶対続けてくれるんだったら、 最初は例えば無料でもいいよとかそういうことができるわけですよで 当然ね、この継続することを納得してくれたお客さんの LTV はすごく高くなります。LTV、僕がね、最近よく言ってるんですけど、わかりますか顧客障害価値ですね。はい、これ LTV、ライフタイムバリューって言うんですけど、これがすごく高くなります。そもそも、まあ初回500円で、まあそこでね、定期縛りが何もなくて、500円だけ使って辞められてしまうと LTV っていうのは500円になります。ただ、半年間継続が条件でそこで支払う金額が、例えば3万円だとすると、その時点で、まあ申し込んだ時点で、 お客さんの LTV っていうのは3万円になるっていうことですね LTV は1人のお客さんが企業に生涯いくらのお金を使ってくれるかっていうのを表した指標ですはいでこの LTV の高いお客さんを送客するっていうのがブログとかアフィリエイトではすごく重要ですもうこの話はね何度もしてるので割愛するんですけどなので定期縛りがあるっていうのはその LTV がすごく高くなるっていうことですはいで最悪なのはこの定期縛りに触れない ことが一番最悪です。はい。なんでかっていうと、トラブルの元になってしまうからで。で、まあライティングするときにね、まあブログ記事を書くときに、定期縛りは顧客にとってデメリットだから、そこを書いてもいいことはないから書かないでおこうと思う人いるんですけど、その考え方絶対間違ってるんですよ。なんで間違ってるかっていうと、結局、ブログでそれを知らなくても、その後にね、じゃあ購入しようと思って広告主のランディングページに行ったら、絶対それはわかるんですよ。だって定期縛りがある商品ですっていうのが説明が絶対書かれているので、で、今まではその の説明が分かりにくかったんですけど、何年か前にその説明をすごい分かりやすく書かなきゃいけないっていうのが、まあルールで決まったんですよね。まあその定期縛りがあることを知らずに購入するユーザーがすごいたくさんいて、まあトラブルがすごい増加したので、だからそういうの分かりやすく書かないといけないっていうルールに今はなってます。だからユーザーはブログ記事の段階でそれを知らなかったとしても、結局のところはその定期縛りがあるっていうのは目にして申し込むかどうかを判断する。 なので、ブログ記事で書かなくても、最終的にはそれを目にするわけです。はい。で、それをね、仮に、ま、その定期縛りがあるっていうのに気づかずに申し込んでしまったら、じゃあユーザーはどう思うかって言ったら、定期縛りないと思ってすぐに解約しようと思って商品を申し込んだのに、でも半年間継続することになってしまって最悪だと思うわけです。はい。トラブルのもとですよね。はい。もう顧客満足度も最悪になるので、そんなお客さんには来てほしくないわけですよ。企業にしてみたら。やっぱりクレーム対応とか、炎上のリスクっていうのはすごい企業は考える。 な,ねはい、なのでちゃんとブログ記事の段階で定期縛りに触れてそれをユーザーに納得してもらう。 そうすれば、次のね、広告主の LP に、まあ定期縛りの説明があるけど、でも事前に定期縛りっていうのはこんなにお得なんだよっていうのをユーザーが納得してくれてるんで、まあそれを見てもそのまま申し込んでくれるっていうことですね。だから最終的な顧客満足度が高くなる。だから絶対にそのデメリットを書かないっていう選択肢はなくて、デメリットをちゃんとブログで書いてあげる。で、そのデメリットをちゃんとメリットとして打ち消してあげるっていうところがすごい重要です。 はい。まあ、さっきも言ったんですけどね、デメリットを書くっていうのはすごい重要です。なんでかっていうと、信頼度が上がるからです。メリットばっかり書いている記事だと、やっぱり信頼できない。何か商品とかサービスにはデメリットがあると思うのが普通だし、普通はあるんですよ。デメリットが全くないものなんてないです。だから、ちゃんと自分のブログ記事でもデメリットは書いてください。ただ、下手にデメリットを書けば制約率が落ちる可能性があります。というか、ほとんどの人がそういう感じのライティングをしてしまっています。だから、そうならないように気をつけてください。重要なことは、デメリットを 書いたらそれをちゃんとメリットで打ち消してあげるっていうことですねデメリットをメリットに変換して読者に分かりやすく伝えてあげるっていうところがポイントですこの辺の考え方はベネフィットの考え方に通じるものがありますまあ、ベネフィットの話は長くなるんで 今回は割愛するんですけど、まあ、その辺の考え方に似ています。はい。なので、自分のブログ記事で何か商品とかサービスを紹介するときには、デメリットの書き方っていうのはすごく重要です。なので、これからはね、自分のブログ記事にデメリットを書くっていうのはもちろんのこと、そのデメリットをメリットに変換して、読者に伝えられるように意識をしてみてください。ということで、今回のテーマは以上になります。ありがとうございました。今日のアベメモです。デメリットを書くことで信頼性が増す。購入のきっかけになるのはデメリット。 デメリットはしっかり打ち消すことが重要。切り口を変えてメリットに変換して伝える。デメリットに納得した顧客は LTV が高くなる。デメリットを上手に書いて制約率を上げよう。 最後までご視聴いただきありがとうございました今回の動画が参考になったと思っていただけたらコメント・高評価いただけると嬉しいですこの動画に関する質問はコメント欄で受け付けていますお気軽にコメントをしてくださいコメントは参考になったのような一言でもすごく嬉しいですこのチャンネルでは IT 業界の最新動向を発信していますよければチャンネル登録してくださいではまた次の動画でお会いしましょうありがとうございました